はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、年が明けて2021年1月1日でございます。改めまして、今年もよろしくお願いします。いやー、しかし寒いです。寒いね、毎年お正月で寒いですよね。でこのフレーズ、多分去年もこれで入ったと思うんですけども、1年前の正月はね、その痩せる高野豆腐スープっていうのを作ってね、飲んでたんですけどもね、今はね、紅茶とごぼう茶と緑茶と豆乳を混ぜたね、特製ソイティーをね、飲んでます。夏はね、アイス、冬はホットでね、飲むことができるのでね、毎日2リットルをね、水代わりにね、飲んでます。まあ、飲みすぎだと言われそうですけどもね、2リットルのお湯にですね、各ティーパックをね、1個ずつ入れて煮出して、そこに豆乳を1割入れて作るので、まあ普通の人からしたら薄すぎて飲めません、ほんまに。でも味覚障害と粘膜障害の僕からしたら、粘膜も痛くないし味もちょうどいいんですよ。紅茶のね、脂肪分解作用とですね、ごぼう茶の水溶性食物繊維と、緑茶の抗酸化作用と豆乳の植物性タンパク質をね、一度に摂取できるからいいかなと思って飲んでます。今まではね、緑茶を入れずにね、コーヒーをね、抗酸化作用として使ったんですけども、コーヒーよりも緑茶の方がね、口当たりが良くて飲みやすかったのでね、ちょっと変えました。効能としては抗酸化作用を同じ考えで入れてますので、変わったのは味だけですと思ってます。まあここのところはね、これで順調やったんですけどもね、11月の通院までにこのストレスからのね、爆食いをしてしまってですね、特製ソイティーで得られる効果が意味なくて、体重の減りがね、不調なんですよ。こう、去年もそうでしたけどもね、冬はどうしてもなんか回復力が悪いのかね、効果が見られるのが遅いです。まあこうなるならね、もっとこの爆食いをね、我慢できるようにですね、ストレスの溜まる食生活のやり方やったんやなっていうのをね、もうあれをしなければよかったやなと思います。なので今年はやりすぎず、穏やかな食生活をね、こう一年通してやっていけるようにね、していきます。こう1年通して同じ食事量でね、毎日同じパフォーマンスができるようになればいいんですけどもね、まあ、それがなかなかね、難しいんですけどね。元メジャーリーガーのイチローさんいてるでしょう。あの人が試合で毎日毎日同じパフォーマンスができてたようにですね、生活面の全てをね、改善できればね、いいんですけどもね、できるかどうか分かりませんけどね。でもまあ今年はね、始まったばっかりなので、まあ今日からね、今年なんで、これを機にね、始めてみてもいいかもしれないですね。まあいつまで続くか分かりませんけどもね、ストレスにならないようにね、やっています。まあでもまずはね、免疫抑制剤と虫歯を減らすことですね。まあそんな感じでね、新年のご挨拶をさせていただきます。今年もよろしくお願いいたします。バイバイ。僕は元気でーす。